ここは三振が取れれば理想的ですね。うん、そうですね。あ、これはいけません。デッドボールです。バッターボックス宮崎。ジャイアンツランナーを背負ってのピッチングが続きます。さあ一打出れば逆転という局面。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。最初は変化球できました。これが2球目。インコース高めのストライク、150キロ。バッター見送りました。次が4球目。低めは外れました。小宮山さん、長打を防ぐにはどう。打ち上げた。ワンバウンドヒットになった。ホームに送球する。サードランナーホームイン。ベイスターズ同点、4対4。ジャイアンツなおも満塁のピンチ。警戒はしていた相手なんですが、この場面で同点打を浴びてしまいました。ここで踏ん張れたらいいんですけど。ここで追いつかれました。同点です。追いつかれてますから、ここは集中ですね。さあこの場面で打席には6番の桑原が入っています。小宮山さん、ここはスクイズは考えられるでしょうか。まあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。うん、そうですか。ここはできれば三振を取りたい。打ち上げた。取った。さあ勝ち越しのランナーがタッチアップ。タッチアップできません。ワンアウト満塁と変わります。いい形でアウトが取れましたね。まあまだピンチが続いているわけですけど、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには7番の京田が入っています。初球は大きな変化球、ボールになります。小宮山さん、この場面スクイズはどうでしょう。そうですね、スクイズというよりは犠牲フライのような気がしますね。なるほど。さあどう来るか。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。小宮山さん、三振を狙うためにはどういった配球になりますか。ストライクからボールになる変化球に手を出してもらわないと困るので、そういうボールしかないと思いますね、ここは。なるほど。そういうピッチングができるかどうか。左へ持っていった。スタンドファウルボール。次が6球目。打ち上げた。このフライは切れそうだ。ファウルボール。打ちのボール打った。いいところに上がっている。さあ勝ち越しのランナーがスタートする。サードランナーがホームに帰ってきました。強打、きっちりと犠牲フライを決めました。ジャイアンツさらに二塁一塁のピンチが続きます。大事な場面だったんですが、犠牲フライが出て勝ち越されています。そうですね、ここはしっかり抑えたかったんですけどね。ここで勝ち越されました。犠牲フライでランナーが帰っています。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でマウンドに上がるのはバルビローリ。ここはアウトが増えたと思って切り替えていくのがいいでしょうね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから、配球には十分注意が必要だと思いますね。その警戒すべき戸柱が打席に入っています。さあ2球目は何か。
いいコースでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点でリードしました。5対4、ベイスターズ逆転に成功しました。8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号19、山崎がマウンド上に上がっています。バッターは丸。今日は盗塁を一つ成功させています。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。点を取られたんで、この回すぐに取り返して追いついておきたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ショートに任せます。強打抑えてワンアウト。4番バッター岡本、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ワンアウトランナーなし。見送っています。あっという間にツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは5番エルナンデス。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は積極的にいってほしいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。次が2球目。いいストレートですよね。はい、外のストレートがストライク。ノーボールツーストライクです。打ちました。ファウルになります。よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって5対4、1点リードはベイスターズです。9回の表、これから9回ベイスターズ代打が告げられました。バッターボックスには代打の松尾。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球は何で来るか。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。バルビローリ、まずは先頭バッターを打ち取っています。まあここはバッター甘い球を狙ってますから、厳しいところに決めたいですね。なるほど。さあどう来るか。次が3球目。外に決まりました。ワンボールツーストライクと追い込みました。4球目は何で来るか。
見逃して三振になります。バッターはダイソーから起用されている林。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。アウトコース見送ってストライクです。ノーボールツーストライク。これはどうか、一気にライトへ。ツーアウトランナー一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。打順は3番佐野。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナースタート。ヒットエンドラン。大きな当たりが外野へ。オコエが抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。5対4、1点リードはベイスターズです。最終回ジャイアンツの攻撃、そしてベイスターズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。さあ赤星さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけど、なんとか巻き返してもらいたいですね。そうですね、なんとか反撃したいところ。外のスライダー、まっすぐですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライク。アウトコース外れました。三振、ワンアウトです。バッターボックスには代打の大城。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。さてバッターの大城、どういったタイプのバッターでしょうか。難しいボールでも外野へ持っていってしまいますから、やりにくいバッターですね。なるほど、そうですか。インコース決まりました。3球目は何で来るか。体に近いところ。このカウントはゾーンを広げて狙っていく感じですね。なるほど。さあバッターは打ちました。ヒットになった。見事起用に応えました。ワンアウトランナー一塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。バッターボックスは8番岸田。今日はまだ当たりがありません。
前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね、期待しましょう。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。アウトコース空振りです。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんだ。ライトへ、この打球はフライになっています。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスには代打の吉川。ツーアウトになっています。これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした？そうですね、あともう一つというところですけど、残念ではありますけど、いい試合でしたよね。そうですよね。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。